でも先ほどから熱い話が始まってたんですよ。今から仕切り直しで、新たなる旅路、ということで、ここから玉ちゃんにお任せです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こんなね、記念すべき時に思い出の場所に呼んでいただいてね、ありがたいなと思って、まあ、たまちゃんが今日楽しみにしとったのは、3人がね、まあ、宇宙人2名、地球人1名がね、まあ、どんな話をするんかな、地球語どれぐらい習得したかなっていうのがね、一番気になることやったんですけど、まあね、人ってその何かを始めるときに何かを置いていかないといけないね、旅路ってそんなもんかなって思う。よくその人生って旅に例えられるやないですか、ね、でも私たちのその人生っていう旅ってきっと始まりもなければ終わりもないんだろうなって思います、ね、いやいや赤ちゃんで生まれてちゃんと老人で死んでいくやんって思う人がいるかもしれませんけど、ひょっとしたら人生って終わりのない旅を歩き続けていくことなんかなっていう感じがします。それはね、その命っていうのを今見つめる仕事をしてるんですけど、その命を見つめていると命に終わりなんかないんだっていうことに少しずつこう気づいていくっていうのかね、命に終わりはない。それはそのたまちゃんが農業を始めてすごくこう自分の目に飛び込んできたことだったんですけど、私らってそのまあ農業をやってる人間っていうのはまあ、畑を耕して、ね、種をまいて、ね、お世話をして、やがて何ヶ月か経ったら収穫を迎える。でその収穫したものを、喜んでくれる人に、まあ、出荷する、ね、そしてまた、いろんな準備をしてまた次の年に向かうわけで、でもその種ってどこからやってくるのかっつったら、その自分らがお世話して育ったその収穫したものの一部が翌年の種になるわけです。でこの種って、まあ、たまちゃんはお米メインで作ってますんでね、でお米の話でちょっとさせてもらうと、お米って、まあ、たまちゃんの場合は、まあ、せいちゃんと同じですけど全く、農薬を使わない、除草剤も一切使わない、肥料も一切、与えない、で何にも与えないです。でただその自然の力と、自分のありがとうっていう力だけで、見事に育ってる。でそのお米って刈り取るじゃないですか。刈り取って、私らはその竹竿に干していくんですけど、2週間ぐらい干して、まあ水分、まあ、大体 22% ぐらい入ってますわ、お米の粒に。その 22% で収穫して保管しとくとカビが生えるんですよ、なんでそれをね 16% 以下に抑えないといけない。まあ、たまちゃんが保湿とね 15% ひょっとしたら 14% 前半ぐらいまでいくんですけど、そこまで2週間ぐらい、干して、それから、お米を脱穀っつってそのお米粒に分ける、バーってお米粒を取る、作業をして、それをこうもみっていうんですけどね、このもみを、取っとくわけです。そしたらそれが来年芽生えるわけです。でこのもみっていうのはそのじゃあ死んでるのかっていうと、芽生えるわけだから生きとるわけですね、でこれってもみだけじゃない、もみから、もみすりっつってもみを外の皮をパリッて剥がしたら玄米になるんですよね。この玄米の状態でも生きてます。この玄米の状態で水につけとくと芽が出ます。やっぱり生きてる。ということはそのお米って実は刈り取ったから命が終わりっていうわけではなくて、ちゃんと次の命にの芽生えの準備がもうできてるということですね。ということはそのお米稲の一生って、いやどこが始まりでどこが終わりかっていうのはわからない、ね、いや種まきがじゃあ命の誕生で、じゃあ収穫が命の終わりかっていうとどうもそうではないね、そのもみ生きてる、ほんで来年水につけてたら芽が出る、そしてそれがまたたくさんの、お米になってまた収穫を迎える。
でまたその種取りをして翌年私らは種をまくっていうことは命に終わりなんかないんだっていうことに気づいてきたわけです。ということはその命に終わりがないんだっていうことは私たちにも終わりがないんじゃないのかなっていう気がするわけです。これは私の妄想ですから別にあの話半分ぐらいで付き合っときゃいいんですよ、ね、自分が終わりがない旅だと思った時にそれでもやらなあかんことって何なんやろうなって思うんです、ね、終わりがあるから人って頑張れるんですよ。わかりますかね。ゴールがあるから人って突っ走れるんですよ。もしゴールがなかったら全力で走れますかね。ね、うん、まあその北海道の平原みたいなところに連れて行かれて、ね、何にもないところに全力で走れっつって走れる人なんかいませんよ。だってどこまで走っていいかわからないから。人間って不思議なもんで、あのゴールテープこうやって引っ張ってるとそこまで全力で走れるんですよ。そんなもんなんです。ゴールがあるから人って全力で頑張れるんですけど、だから人生だってそうじゃないですか。終わりがあると思ってるからみんな努力できるんでしょ、ね、自分が生きてる間に何かを残したいって思うからだから頑張れるわけでしょ、ね、自分のその人生を価値あるものにしたいって、ね、限りある人生を何か世の中に価値のあるものにしたいと思って人って頑張るんでしょ。だけどもし命に終わりがなかったら私ら頑張れんやないですか。何に向かって頑張るんですかね。ね、ゴールがないのにっていうのを初めて自分が実感したのは実は教職の時です。教職、まあ私中学校の先生なんで、まあ私も最近あれは夢だったんじゃねえかなって思うんですけど、俺学校の先生じゃなかったんじゃねえかなって思うんですけど、最近なんか怪しいなって思う。私が喋ってるネタもあれほぼ夢だったんじゃねえかなって思うぐらいなんですけど、まあ私がその教職、まあ学校の教員やってた時に教務主任っていう立場になるわけです。まあ年齢上ね、一番楽しい仕事が学級担任っていう仕事なんですよ。これもめちゃくちゃ楽しいんですよ。もうやってられんぐらい楽しいですわ。ほんで私最初にその担任外れた時にはめっちゃ腐ったんですわ。ふざけんなっつってね、でもその一番楽しい仕事はやっぱり若手に譲らないといけない時が来るんですよ。いくらやりたいっつってもね、お前さ、お前の都合ばっかりお前聞いてるわけにもいかねえんだよって、まあ、校長が言うんですよ。な、お前はさ担任としても実績も重ねてきたって分かってるって、お前を担任したら喜ぶ子供はいっぱいおるって、でもなってお前そんな楽しい仕事をそろそろ若手に譲れって言うんですよ。でも私ねわがままやったんで譲りたくないっつったんですわ、ね、もう譲りたくないからこんな面白い仕事を私から担任取ったら私辞めますよっつって、教員辞めますよ、いいんですかそれでとか言ってね、そんなこと言ってたんですけど、まあ、ある時どうしても手放さないといけない時が来て、でも手放す時に一つだけ条件をつけたんです。担任をやりながら教務主任やらせてもらえませんかっつったんですよ。そしたら校長が辞めとけっつったんですよ。辞めとけ、そんなやついねえからっつって、できねえから辞めとけっつったんですよ。ほんでね、ヤンキーにできねえからやめとけっていう言葉を言っちゃダメですよね。ダメですよね。できないことにチャレンジするのがヤンキーなんだから。わかりますかね。皆さんは自分のお子さんがいたとして自分のお子さんをヤンキーにさせたくないと思ってるでしょ。何言ってんですか。ヤンキーって不可能にチャレンジする人間なんですよ。わかりますかね。学校の先生がこれだけはするなっていうのをどうにかして実現不可能って言われてるのをどうにかして実現可能にしようとしてる連中ですよね。え、皆さんが言ういい子っていうのはダメって言われたらでダメです、できませんっていう、そういう人間を育てるっていうことなんです。それでもまともな子に育て、何の話ですかね。それでね、教務主任は分かりました、やりますけど学級担任もやらせてくれって言ったんですよ。で校長がそれ無理って言ったんですよね。それ無理って、じゃあやらないって言ったんですよ、ね、やらせてくれなんてやりませんよって。そしたら校長が折れたんです。いいわ、お前どうなっても知らんぞって言ったんですよ。いやどうなっても何もね、やらせてもらえるんだったらいいっすよっつって、で1年経って、まあ、そのクラスは、まあ、すごいドラマが起きたわけですけど、まあ、ほぼヤンキーですからねそこね。でもその1年自分がやって、あ、教務主任と学級担任の両立は、あ、結構超ハードやなと思ってね、できることはないけど超ハードやと思って、で、まあ、2年目どうやお前大変やったやろっつって、確かに大変やったですわって、いやーこれはハードやった、自分の人生の中で一番ハードやったですよこれがっつって、だろっつってな、だから来年は
あお前一個だけなっつって、はあよかった他人に戻れるんですねって、ふざけんなっつってね教務主任だよっつって、えもう1年2つさせてもらえませんかっつったら、ふざけんなって言われて、まあそれからしぶしぶ教務主任になるんですけど、教務主任の仕事って終わりがないんですよ。わかります？学級担任って終わりがあるんですよ。で始まりがあって終わりがあるんです、学級担任って。4月の最初に子供たちと出会って、3月の終業の日に終わりを迎えるんです。ね。だから、やりがいがある、すごく。ね、始まりと終わりがあるからやりがいがあるんですけど、教務主任って終わりがないんですよ。わかりますかね？他の人たち2月、今ちょうどこの時期、あと1ヶ月で終わりやって思ってるじゃないですか。教務主任、もう来年の計画に行ってますから。うん。でその来年の計画をやべえ駒が埋まらねえみたいなことを思ってますからね。そしてその4月の最初の研修計画とか4月の最初の授業計画とかそんなの全部作ってますから、いわゆる先生たちの裏の仕事を一手に引き受けてるわけですから、終わりがない。だから私ね、教務主任になるときに、引き継ぎのときに教務主任の先生に言われたんです。あのよって、この白君よって、この仕事ってやりがいないよって言われたんですよいや普通今から教務主任になる人に向かって言う言葉じゃないですよね。やりがいがないよって言うんですよ。いやどういうことですって言ったら、これね終わりがないんだよ、だらだら続くんだよって。だからゴールがねえから、ゴールがなくても走らなきゃいけないんだよって、わかるかって言ったんですよ。ちょっと直感でやべえなと思ったんですよ。それまで私はあのね、まあ、皆さん知ってると思いますけど、私やんちゃくれだったもんですからね、22で学校に行くことになるんですけど、やんちゃくれやったんで毎日いろんな問題を起こすんですよ。子供より怒られるっていう先生でね、毎日校長室に呼ばれるんです。で毎日30分以上説教を受けるんです。そうするとどうなるかって言ったら、この説教をどうすれば早く終わらせることができるかなっていう新たなチャレンジが生まれるわけですよね。あれと一緒ですよ、あの遅刻してどうすれば謝ったら許してもらえるかなっていう、あのチャレンジと一緒人生チャレンジと一緒です。そうしたら、まあ私結局どうなったのかっつったら、誰からも笑顔で許してもらえる存在になったんですよ、この校長のおかげでね。だから私に敵はいない、無敵です。私、私が遅刻しようが、私がなんかヘマをやらかそうが、絶対笑わせる自信があるんで、ネタ山ほど持ってますからね。どうすれば、だからそのネタとかちょっと今日小出しに使ってきたじゃないですか、この親父が。あんな私平気でやりますから、でそれでその最初にその見かねた学年主任の先生が私を連れ出して、まあとうとうとね、その教員とは何たるもんかっちゅうのをね、その教えてくださるんです。この悪話って君は熱いねっつって、褒め言葉と思ってますからね、あ熱いっすか熱いっすっつって、燃えてますから俺っつって、やりますからとか言って、いやそうじゃないんだよ児玉君とか言いながらね、だから熱いっていうのはね、教員にとって一番大事な資質なんだよって、熱くないやつは教員になっちゃいけねえよってね、熱いっていうのは児玉君いいかって、突っ走ることなんだよって、いやいや私もめっちゃ共感できますから、突っ走る、わあそうですよ俺は突っ走りますわっつってね、もうヤンキー突っ走る、もうダイレクトに結びきてますからね、それね。で話分かりやすいなこの学年主任とか思いながら、20代なんて突っ走ってなんぼだわっつってね、ここで突っ走るか突っ走らねえかがその後の教員人生決めるからなっつって、どれだけ突っ走れるかやって、あんたならできると思うわっちゅうんですよ、ね、そんな売られる喧嘩の売られ方すると思わず買ってしまうっていうのがヤンキーの悲しいさがでしてね、ああ売られた喧嘩買いますぜみたいなね、20代突っ走り切りますわどんなことがあってもって、まあ、突っ走ったらボロボロになったんですけど、で30代になったらその20代はもうとにかく走れって、もういいから走れ、何にも考えなくていいから走れって、で走った後で考えればいいからって、とにかく考える前にまず走れって、走ることができなかったら今日やめちまえって、俺はできると思ったんですその時ね、走ることならできる、考えることめっちゃ苦手やけど走ることならできるって、後で考えていいんだ、こんな楽なことはねえって、でそれでまあ突っ走って、まあ、あの宮崎県の教員の中でダントツ失敗数ナンバーワンになるんですけど、はい、でそうしてやっていったやつらが30代になったら走りながら考えることができるようになるっていうんですよ、ね、今まで突っ走ることしかできないのに全力で走りながらんって考えることができるようになるって言ったんです。ああそれが成長なんかって思ったんですよね。そしてそのそれでも30代でも突っ走ることをやめなかった教員っていうのは40代になったら走る前に見えてくるからって、
走る前に考えることができるようになるんだよって、走る前にゴールの景色が見えてくるんだよって、すげえと思ったんですよね。何、突っ走るだけで40代20年ぐらい経ったらゴールが見えてくんのやって、なんてゴールが見えたら人ってすげえ力発揮すんだよって、ゴールが見えたらそこまで全力で走れるからってな。でも20代ってゴールが見えねえからって、ゴールどころか道もねえからって、だからほとんどのやつは走れねえんだよって言うんですよ。いや、火がつきましたね。走れんねん、俺走れるわってね。だから40代だったらゴールが見えてる、ゴールが見えてきたら全力で突っ走れるんだよっつったんですよ。うわ、20年走るだけでいいんだったら俺できると思って、それから20年間突っ走りまくったんですよ。まあ突っ走りまくったらね、とんでもないことになったんですけど、まあアホでよかったなと思うんですけど。で、突っ走っていったらどうなったのかっつったら、教務主任になったんですよね。ちょっと待ってくれよみたいな。そしてゴールが見えてくるからって言われて楽しみにしてたら、ゴールないからって言われたんですよね。ちょっとどういうことですかねって、全力で突っ走っていったらゴール見えてくるって言ったんですけど、なんでゴールねえんですかこの仕事っつって、でその時にさっきのこと言われたんです。いいかって、お前はゴールがなくても全力で走れるかどうかを問われてんだよ今って言われたんです。まあね、世の中ね、やっぱ上手いやつがいますわ。人の心を焚きつける上手い先生たちはやっぱいますわ。私それにね、まんまと焚きつけられましてね、ゴールがない道を全力で走る、俺しかできねえなみたいな感じで突っ走りまくったわけです。まあありとあらゆることをやるわけです。まあありとあらゆることをやって、それは成功もすれば失敗もするわけですけど、まあね、これまであなた20年そこそこ全力で走ってるでしょ。ほんで30代になったら走りながらもなんか絵が見えてくるんですよ。絵が見えてくるとどうなるかっつったら、あ、今全力で走ったらこっちとこっちにぶつかりそうやなっていうのが見えてくるんですわ。20代の時は全然見えないんですよ。でぶつかりまくるんですよね、20代の時は。だって血だらけになるんですけど、30代になったら、あ、やべとかいうところが見えてくるんですよ。このやべっていうところに先に声をかけていったんですよ。あ、ぶつかりそうなところにすいません、ぶつかるかもしれませんけどごめんなさいって、後でそれが根回しだっていうことを教わるんですけどね。あのね、根回しをしたらいきなり世の中ってうまく回り始めたんですよ。あのね、あれ根回しってどういうことするかって言ったら、あの木があるでしょ、その周りを切るんです。あの周りをザクザクザクって掘って、これを回すんです。こうやってで、そのままやっとくと新しい根っこがちょびちょびって入るでしょ、それごとザクって抜いて次に移すんです。いきなりぶっこ抜いたらこの木枯れるんですよ。一回その根を切って、ここの根を切ってこれをぐるって回すことで、枯れずに運べるっていう技、これが根回し。本当に回すんです。この根回しをするから世界が回っていくんですよ。私30代の半ばでこの根回しのテクニックを覚えることに成功した。そこから人生はめちゃくちゃうまくいったんです。そしてその終わりのないゴールのない仕事にチャレンジすることになった。思えばその時にその物事には始まりも終わりもないんだっていうことに気づいてたんだな、あの頃って今振り返ったら思いますけど、世の中に始まりも終わりもないっていうことは、自分の命にも始まりもなければ終わりもないんだっていうことは、皆さんも実は終わりのないゴールに向かって走ってる人たちなんですよ。走ってる人たちなんです。人生ってずっと走り続けるものなんです。まあ、もちろん歩いてもいいんですよ、止まってもいいんですよ。でも人生でゴールのないところに向かって走り続けるの時に、どこから話したいですかね。努力だけではクリアできない道が出てくるんです。私あの努力が大好きだった人間ですからね、もう努力だけでね、もう突っ走るっていう時点でもう努力やなやつすでにね、俺はにもう辛抱強くその走り続けることができるぜみたいな人間だったんですけど、あのね、ゴールがない道っていうのは努力だけではクリアできないんですよね。これ何の話ですかね。俺自分で喋っててこれ何の話なんやろうって思う、なんだろうこれって思って、なんか関係あるのかな。まあいいや、どっかで関係あるじゃん多分。
ほんでその終わりのない人生中旅を、どうやって生きていくのかっていうのが皆さんの人生のテーマですよね。だから皆さんは自動的に頑張れないようにできてる。わかりますかね。ゴールのない旅だから頑張れない。だから頑張りが続けられないでしょ。でしょ。そういう人しか集まってないですよね。ここ努力で自分の人生切り開いたっていう人ゼロでしょ。なんか宇宙から降ってきたなんか指令かなんかに従ってる人たちでしょ。わかりますよ、わかりますよ。そういうことですよ。でも、あ、努力じゃ人生切り開かんのやなっていうのは分かってきた。うん、分かってきたんです。で、たまちゃんは努力をやめるっていう宣言をした。努力をやめる。そして自然道に行ったわけです。自然道って、まあ努力をやめるっつったらなんか語弊があるかもしれませんけど、その自然に対して、無知を振るうのをやめるっていうことです。お前努力しろってやってるんです、今の農業っていうのは。それが肥料や農薬なんです。無理やり収量を上げて、無理やり、なんか育てさせてるみたいなね。だから無理が来る。無理が来るからその作物は置いとくと腐っていくわけです。無理があるから。でも無理をしない自然農法の作物っていうのはそのまま置いとったら腐らずに枯れていくんですよ。木村明則さん、奇跡のリンゴの木村明則さんがリンゴ、自分のところでなったリンゴを置いとったらリンゴがオブジェになったって本に書いとったんです。そのまんまの形でリンゴが枯れていく。植物って無理をしなかったらちゃんと枯れる。本当かよと。自分自然農法やってるでしょ。だからトマトとキュウリとヘチマで実験したんですよ。そしたらどうなったのかっつったら見事なトマトのオブジェができたんですよ。トマトがある日茶色くそのまんまの形でもう枯れてる。うわーと思って持ったらめっちゃ軽いんですよね、枯れてるから。何これと思って触ったらパリって割れましたから今見せることはできませんけど、キュウリもそうでした。あ、オクラもど全部そうでした。全部枯れていく。あ、これが無理しないっていうことなんやろなって思いますね。これと何の話が関連するのかも全くわからないまま次の話題に移ろうと思いますけど。ほんでね、まあ、新たなる旅路ですから、自分が人生で成し遂げたい価値っていうのは何ですか。皆さんが皆さんの人生の中で成し遂げたいと思ってる価値って何ですか。それが皆さんの考えてる多分ゴールだと思うんですよ。でもその皆さんが成し遂げたい価値っていうのは、皆さんがまあ例えば命尽き果てたとして、じゃあその価値ごと消滅するかっていうとそんなことないわけです。その価値は残っていくわけですよね。自分が自分の人生を通して実現したい価値って何やろうな。なんかおかしいこの話。新たなる旅路。ちょっと今受信中です。気にしないでください。新たなる旅路、新たなる旅路。私中学校の教員でしたんでね、さっきも言いましたけど学級担任っていうのはゴールがある仕事です。そしてそのゴールの最たるものが卒業っていうゴールですね。まあ、因果な仕事です。学校の教員っていうのは必ず終わりを迎える仕事なんです。必ず、いや、どんなに泣こうが叫ぼうが悲しもうが必ず終わりがやってくるんです。どんなに辛くても別れないといけない日が来る、そういう、まあ、因果な商売なんですよね。まあ、それは進級やったらクラスが終わるぐらいやったらまだそれは悲しいですけど、まだ来年も会えるじゃないですか、クラスは違って。でも卒業ってもう会えなくなるわけじゃないですか。学校にいなくなるわけだからね。でもその私はその卒業のドラマっていうのをたくさん見てきましたけど、私のクラスっていうのはまともなクラスではなくてヤンキーばっかり集まってくるクラスなんです。それもなんか話がおかしいんで、まあ、話半分ぐらいに聞いておいてください。全員ヤンキーじゃないんですよ。当たり前です。全員ヤンキーっていうクラスは一回も思ったことないですけど、まあ、ほぼヤンキーっていうのは持ちましたけど、全員ヤンキーなんていませんから、学校に40人もヤンキーなんていませんから、どんな学校でも40人いない。いて30人ぐらいですわ。そんなにいることもない
大概ヤンキーヤンキー荒れてる荒れてるとか言ってるけど、スーパーサイヤ人は3人か5人ぐらいですよ、大体そんなもんです。だから3人か5人おるだけでもう、ね、その学校中のヤンキーがいるみたいな状態なんで、まあ話半分に聞いとけばいいんですけど、でたまちゃんがまあヤンキーなのに学校の先生になったんで、一番大きなメリットはヤンキーが私に近寄ってくるっていう、最大のプレゼントが来たわけですね。おなじみを嗅いでやってくるわけです。だから特に何の説明もしなくてもいきなり仲良しな、スタートから仲良しなんですよ。これすごくないですか。みんながこいつとだけは勘弁してもらいたいと思ってる奴らがいるんですよ。スーパーサイヤ人と呼ばれる連中がね、もうだって目があったら天下一武闘会が始まるんですよ。やばいじゃないですか。向こうスーパーサイヤ人覚醒してんのに、こっち地球人やのに戦い土台無理やないですか。だからみんなその土台に上がらないようにするんですけど、なぜかこいつらは私に親近感を持ってるんです。勝手に同じ匂いがするとか言って言ってくるんですよ。ということを私何の苦労もなくその子たちと絆を結ぶことに成功するんですよね。だから他の先生が不思議でならんのですよね。でもその最初不思議がってた先生たちもそのヤンキーたちが言うんですよ、あの先生モテんですからって言って、それですぐバレるんですけど、でもそのあまりにその噂を聞いて、隣の学校から、番長が突然転校するという大事件が起きるんです。私の、学校に隣の学校の番長がいきなり転校してきたんです。おかしいでしょこれ。これ番長って一番転校しちゃいけない種類の人間でしょこれ、ね、一番招いてはいけない、ね、もうメガトン級の爆弾じゃないですかこれ。もう爆発するの分かってるじゃないですか、ね、なんでわざわざ爆発する爆弾がこっちにやってくんねんみたいな、どっか行ってくれよみたいなね。でもその爆弾がやってきて、私当時2年生の学級担任になってたんですけど、私のクラスの隣のクラスに入りました。本当は私のクラスに入る予定だったんですけど、私のクラスがもう定員いっぱいだったんですよ。たまたま隣のクラスが定員より1名減だったんですね。私のクラスが40名、隣のクラスが39名だったんで、私1組だったんで、順番に行くわけですよね。あんな喧嘩になるからね、だから1組から順番でみたいなことになってるんですよ。で2組入ったんです。でそれ4月ですよ、鳴り物入りで登場する。まあ、当然スーパーサイヤ人のままやってくるわけですからね。この星を滅ぼしに来たのかみたいな感じですよね。でも2年の6月に修学旅行っていうビッグなイベントがもう待ち構えとるんですよ。でもその6月の修学旅行のためにこっちは必死にね教育するんですよ。まあ教育という名の統率ですよね、集団訓練をかましていくわけですよ。いいかってね、俺がこうってやったらこういう動きをしろよ、こうってやったらやるぞって、こうってやったらなんだっけみたいなことやるんですよね。今思えばようこんなことやってたなと思いますけど、でも私だったら絶対ね従わねえわって思うんですけど、まあ、そんなことをやってね。でもその番長はいきなり修学旅行に突入するんですよね。何のその事前準備もほぼなく、だって学校に来ないんですから。1日だけ学校に来て、あれがスーパーサイヤ人かと思ったら次の日から学校に来ない、あれ、そしたらみんな学校に来ない方がいいねみたいなことになって、特にその登校刺激も与えない、だからそのまま来なかったら来なかったで平和だよねみたいなね、その学校の教員としてどうなんみたいな。でそのまま6月に修学旅行にもあいつひょっとしたら来ないんちゃうかなと思ったら、修学旅行の当日に来たんですよ。わーおーみたいな、何の準備もやってないのに爆発物やってきたよ6時にみたいなね。で案の定その男が初日に自分の部屋でタバコをスパスパス言うわけです。でね、その部屋7人ぐらいだったかな、7人ぐらいそこに、まあ、男子ねがいて、タバコの匂いってすぐ分かるじゃないですか。でもタバコ吸ってたら分かるんじゃないですか。私タバコ吸ってたんで、吸ってた経験もあるんで、タバコ吸ってる時は分かるんですよタバコの匂いが。でもタバコ吸わなくなったらめっちゃ分かるんで、めっちゃわがままな人間になるんですよね。お前昔吸ってたのになんでタバコの匂いが嫌がるんだよみたいなね。でもその当時は私タバコをまだやめてたんで、やめてたっておかしいな、なんか時期的に、まあ吸ってなかったんで、タバコの匂いすぐ分かるんですよ。でね、入った瞬間にちょっとタバコの匂いがしたんで、あもうやってんなと思って、でやってんだろお前たちって言ったら、
何のことですかっていうわけですよ、その7人がね。ほんで、いや何のことですかじゃないよお前って、もう分かるよお前匂いでって、タバコ吸ってんだろうが誰かっつって、いや誰も吸ってませんって、見てませんって、誰も言いませんって、煙もないですからって、吸い殻もありませんっつって、でもねタバコ吸ってる人は分からないんですけども、こんな話していいのかなと思いますけど、タバコってね指に挟んで吸うんですわ、まあ、大概指挟むのここですわ、こんなとこで挟んでるやつなんかいませんから、こういう風に持って吸うやつもいませんから、まあ、大概これで吸いますから、ここに、ねタバコを挟んで吸うんで、ここに匂いが染みつくんですよ。こんな裏話していいのかなと思いますけど、だからタバコ吸ってるかどうかはちょっとすまんなって指匂わしてくれっつって、それですぐ分かるんですよね。もう案の定そのボスが吸ってるわけですよね、番長、いやいやお前吸ってねえっつったけど、お前確実に匂うよお前って、しかもお前この匂い新しいわってお前やってんなっつって、で黙るわけですよね。その当時私まだヤンキーでしたんでね、こんな話録音で残すのもどうかなと思うけど、まあ、どうせ4人出さなければいいや、あのねタコ殴りにしてやったんですよ私。いや その番長だけじゃない、全員ですよ、全員タコ殴りにしたんですよ、張り倒したんです全員バーンって、ふざけんなっつってね、こんな修学旅行の初日にお前どういうことやっつってね、まあ今思えばね、なんちゅう教員やと思いますけど、まあ、その当時は、まあ、それがベストやって私勝手に思ってますんでね、するとどうなったのかっつったら、まあその子から鼻血が出るわけですよ。出てね、もうこっちおかしいですよね、もうね、ふぐらーとか言うんですよね恐ろしいですよね、もうすでに俺何なんだろうみたいな、今思えば何言ってんじゃんお前って、動くなーっつってね、で部屋の外でパンパンで殴っていくんですけど、そしたら鼻血がこうカーペットに染みつきましてね、でまあ後で、まあ、他の先生たちになだめられて、まあね、帰っていくんですけど、まあ、私の部屋に呼んでこう指導してますからね、ちょっと来いやみたいな感じで、で私の部屋の前でこうぶん殴ってますから、そしたら私の部屋のカーペットにもう鼻血が滴り落ちてこう染みになってる、そしたら私が寝てる時に私のクラスのやつらが来て、やべえよっつったんですよね。そのやべえよっていう声が聞こえるんですよ。何がやべえんやろうと思ったら、私の部屋のその鼻血を見て、やべえよあいつやりやがったよみたいなね、小玉ひろしやりやがったよやべえよとか言って、まあ翌日から超いい子になるんですけど全員が。でもねそれからその番長は修学旅行が終わって学校にやっぱり来なくなったんです。でね来なくなったんで、まあやれやれと思ってたんですね、あいつだいたい転校してきて修学旅行に出てきて1日目にねタバコ吸って、なんちゅうやつやねんって、俺みたいなやつがいいんだって学校って守られねえからなみたいなね、勝手に自分で自分を守っていくわけですけど、その時の、夏休み、その年の夏休みに私ね、その年なぜか、私の教科は理科なんですけど技術も持たないといけないことになったんです。まあ、学校って結構そんなのあるんですよ、技術も持たないといけない。で私うちが大工なんです。で、コンピューターも得意ということは技術できますねみたいなことになったんですよ。まあできますねって言われたらできますけどっていう話をしたら、まあ、技術も受け持ってくれって言ったんです。当時技術の先生が生徒指導主事になった、その生徒指導主事になったから授業数が減る、その減った分を誰かが持たないといけない、じゃあお前持てみたいな話になったんですよね。で技術の授業を受け持ってたんですけど、でもほら初めて受け持つわけですから、いろんなところに研修に出かけて勉強しようと思って、その中に鍋作りの職人の人のところに行ったんです。ちょうどね板金加工っていうのがありましてね、皆さんも子供の頃やりませんでした、なんかトタン板みたいなのカンカンカンって曲げてなんか箱かなんか作りませんでした、あれあれ、その金属加工のその鍋作りの職人のところに行ったんです。たまたまその人が宮崎にいて工房を作ってたんで親のつてで行けたんです。ほんでねその時にそれすごいですよ、銅のこれぐらいの、丸い銅の板をくべる、火にくべる、なんか真っ赤になりますわ。真っ赤になったのをこう金とこやっとこって分かりますかね、ペンチみたいなやつで取り出して金槌でハンマーでカン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 って叩いていくんですよ。これやばいですよ、これね、もう人間じゃない、もうこれはね精密機械です。
もうね1ミリも狂わないですよ。カン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 ってで、ハンマー打った後にはハンマーの跡がつくわけです。その跡がピチーッと揃うんですよ。何この人って思ってたらその1枚の銅の板がピューって鍋になるんですよ。叩いていくだけで。おかしくないですか。だから継ぎ目のない鍋になるんですよ。やばーと思ってね。でそのこうこっちはペンチみたいなの持ってカン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 ってまたこっち持ってカン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 綺麗に、しかもあの重なるとこゼロですよ。カン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 ってやったのが同じ感覚でチューって並んでるのにここで重ならないんですから、なんちゅう技術やこの人と思ってね。ほんで見る見る間にその鍋ができたんです。ほんで私思わずすげーって言ったんですわ。まあヤンキーってほらあの単純でしょうかね、すげーのを見たらすげーって言ってしまうんですよね。でもそんな学校の教員がだいたいすげーとかいう言葉使わんじゃないですか。ですよね。普通そんなん使わない、すごいですねならまだ言うかもしれんですけど、すげーとか言うわけないじゃないですか。こいつ教員かみたいなね。ほんならそんなことを言われた職人さんが気を良くしたんですよね。お本当になんかすげーと思ってくれとんなみたいな。で私その職人さんが気を良くして先生ってやってみるって言われたんですよ。で私ねその時にやばいって思ったんですよ。やばいって私バカなんで、そうバカだっていう前提で話聞かないとダメですよ。なんでやばいって思ったのかって言ったら超簡単そうやったんですよ。だってコンコンコンって叩いたら鍋になるんですよ。私ね俺にもできるかもって思ったんですよ。だから簡単そうじゃんみたいな、俺もやっちゃうよみたいな、俺も案外できちゃうかもみたいな。で案外うまくできたらこの人の立場なくなるなと思ったんですよ。妙なところでちょっと空気読んだんですよね。やばいって、今なんかドヤ顔してるけどこの職人さん、俺が私初めてなんですとか言ってカンカンカンって鍋ができたらこの人の立場ゼロやんみたいな感じで思ってね、やばいって思ったんですよ。完全バカでしょ、ね、できるわけねえっちゅうのねやったらどうなったのかって言ったら、見たこともない、なんか麦わら帽子が崩れてるみたいなね前衛芸術の花瓶かみたいな、花池かみたいなのになって、やればやるほどなんか波打っていくんですよ。何これって、しかもそのな土目っていうんですけどハンマーの跡がどうやっても揃わないんですよ。まず大きさから揃わないし、まず最初のうちはこの目もつかなかった、叩き具合が分かんねえから、であんまりやるとべこってへこむんですよね。やばい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 って。で、どうなったのかって言ったら、その職人さんがにやりってしてなって終了とか言って、そのまあ銅のあのあれを持ってまた火にくべようんですよ。超なんか敗北感満点みたいな感じですよね。俺できると思ったのに、何これ、何これが腕の差って、何なのこれって思いながらね。で私言いましたよ、いや実は私ねって簡単にできると思ったんですよ、だから簡単にできたらやべえと思ったんですわって。だって俺修行してないのにいきなりこうやってやってうまいのができたら、もうその職人さんの立場がねえなって思ってちょっとビビっとったんですよみたいな話したら、職人さんが笑ったんですわ面白いこと言う人やなこの人って、できるわけねえのにとか思ってね。でその職人さんが私に身の上話をしてくれたんです。先生ってさあ見てりゃ簡単やろうね、その見てたらねってだ簡単にできそうやわって。俺も最初に師匠に習った時に同じこと思ったんよって、あ俺できるって思ったんよって、だから懐かしいなって思ってさって。でもどうやってもならなかった。そして弟子入りを決意して、ずっと修行していくんですけど、いつまでたっても鍋が売れなかったんだそうです。その人がこれはできたと思ってもその鍋だけ売れずに残っていく。でも本当は店頭にも並べることができないレベルですよ。でもそれが分からないから、若いうちはね、だからわざと並べるんです。値段同じ値段つけて並べるわけです。でもお客さんは見たら分かるんですよ。ですよね。ベテランが打った鍋とペーペーが打った鍋って分かりますわ。ペーペーがどんなにうまいと思ってても、だから選ばれることは絶対ない。だからベテランの職人が打った鍋しか売れていかない。で打ちひしがれるわけです。なんで俺の鍋売れんのやろうって。俺才能がないんやないやろうかって。所詮無理なんやないやろうかって。でそれでもね、
まあ、修行ですから諦めずにカン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 なんて打って打ち続けて鍋が売れた。初めて売れた時がもう本当に嬉しくてねっていう話をしたんですよ。いやー俺の鍋なんてずっと売れなかったんだよつって、ずっと売れなかったって どれぐらい売れなかったんですか、半年ですかって、1年ぐらい売れなかったんですかって、半年や1年で売れたら俺だって我慢するわって、俺もう投げ出そうと思ったんやからって、初めて鍋が売れたのがやって5年後だったそうです。5年かかったって、鍋がこれぐらいの鍋が初めて売れたんです5年後。その時にそのお店並べてるそのショールームの人から売れたよって言われた時は嘘だろって思ったらしいんですよね。で見に行った、走って見に行ったら売れてた、鳥肌が立ったらしいです、その時にね、売れたんだと思ってね。で売れたよっつったんで、でその職人さんは何をしたかっつったら、いきなり店の外にダーって駆け出してって、今鍋買った方すいませんって言ったんですよ。だから向こうで鍋買った人がなんか忘れ物したんかなと思って振り返ったんですわちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいっつって、ほんでその職人さん何をしたかって言ったら、この鍋作ったの私なんですとか言って、そしたらそのお客さんがびっくりしてな顔するんですよね。何なんか忘れ物かと思ったの、なんやこの鍋作ったの私です、どういうことみたいな、いや初めて売れたんですって、ありがとうございますって泣きながら言ったんだす、そのお客さんにね。だからお客さんもびっくりしてね、そうか、私修行しとったんかって、え何年修行しとったんって、5年目で初めて売れましたって、5年もかかったんかこれ、5年もかけたんかこれにって、そうかって、俺がそれ買ったんかって、大事に使うからなって言ったんだそうです。その時の笑顔が未だに忘れられないって言ってました。でね、それからその後もずっと修行の時が続いて、やっぱりその調子のいい時もあれば調子の悪い時もあって、もうやめようと思ったことが何度もあったんだそうですが、だけどもやめようとするとそのお客さんのずっと大事にするわっていう声と笑顔がなぜか浮かんでくる。でそのなぜかそれが浮かんでくると、もうちょっとだけ頑張ろうって思える。そして気がついたらもう何十年も経ってたんよっていう話をしたわけです。それは俺が一回ぐらい叩いた程度でできる技じゃねえわって思ったんですよね。でもそうですか、そんなことがあったんですかって、いや自分はできると思ってたけど恥ずかしいって、なんか見てるとすごく簡単そうだったんですけどって、そんな深い歴史があるんですねって、そうか、だから鍋って大事に使われるんですねって、いやもう自分がそのね、鍋に対する認識が変わりましたって、ってそうやって作られた鍋ってそれは大事にしたいですよねって、ただその職人さんがおっしゃった、先生って世の中ってさって簡単に見えるものほど案外難しいよねって、簡単に見えるものほど難しいわって、ね、先生のやってる教育っていうのもそうやろって言ったんです。いやその時にね、自分はね、あこの人にもう見透かされたんだって思ったんですよ。その5年間自分が何をやってきたのかっていうと、そのやんちゃくれの子たちと、まあ、体当たりして、ね、鉄拳制裁で向き合っていた。最初は全然違う、私がなんでなりたかったかって言ったら、やればできるっていう思いを伝えたくて学校の先生になったのに、気がついたらそのヤンキーたちを、その鉄拳制裁で従わせるのが自分の仕事になってた。そして俺がいないとこの学校成り立たねえみたいな言い訳を毎日してたんです。俺みたいな拳でぶん殴るやつがいなかったらって、このヤンキーたちはもうね、ストッパーがなくなってもうどうしようもないわって、俺が最後の砦なんじゃみたいな。だからすごく辛かったですよね。自分がやりたいことじゃないことをやって、そしてそれに対して言い訳しないといけない。でも本当の自分はそんなお前の本当の気持ちじゃないやんっていうのを知ってる、それとの戦いですから、あ俺は向いてないんだ、やめようやめようって思ってた。なんかそれを見透かされたような気がしましてね、うん、あこの人にはもうバレとんやな、自分が5年間やってきたことは何にも残らなかったんだってことですよね。私ちょうどその時5年目だったんです。鍋が売れたのが5年目って聞いた時にちょっとドキッとしたんですよね。自分が5年間やってきたことは子供たちを
鉄拳制裁でぶん殴ってぶん殴って、じゃあ果たして子どもの心はあんな綺麗な鍋になったのかっつったら、全然そんなことはなくて、素人がいくら叩き直すっつったってね、火に笑って火にくべられたこんななんか麦わら帽子が壊れたみたいな、そんな鍋しか作ることができなかった。自分が5年間やってきたことは何ら心、子どもの心を育ててなかったんやっていうことに気づかされたんです。いや衝撃を受けたですよね。全部子供が悪いんやって思ってたんですよ。だから叩き直さないといけないって思ってたんですよね。あ、悪いのは俺だったんだっていうことに気づいた。で、その時に、その時からですよ、私が変わったの。その時に帰りがけに、文房具屋さんに寄って、こんなあの何、入学式とか卒業式にあの何、子供たちが読むあの何、紙があるじゃないですか。折りたたんでこんな感じで折りたたんでこうって1枚ずつめくっていくような紙、あれ買って、退職願いって書いて、まあ辞表って書いて、で一身長の都合で退職させていただきますって書いて、でそれでね、それを次自分が子供たちに暴力を振るったらもうこの辞表を出すって決めて、でその辞表を自分の机の左上に置いて、そこから、私の修行が始まったです。でね、私その年の6月にその番長をぶん殴って、その年の8月に衝撃を受けて、それからね、その番長のことが頭から離れなかったんですよ。あの時に俺ぶん殴って、俺がぶん殴ったおかげで修学旅行がうまくいったって思ってたけど、とんでもなかった、俺が出来損ないの教員やったから、ひょっとしたらあいつ心に傷を負っとるかもしれんな。いや、あいつだけじゃない、今まで俺がぶん殴ってきたやつみんな心のどっかに傷を負ってね、出来損ないの心で旅立っていったかと思ったら、なんかいたたまれなくなってですね。で、そうこうしてるうちにその1年間終わって3年生に行くことになったわけです。3年生に上がるときにもう誰も持ち手がいない、その学年を、そりゃそうでしょ、番長がおるんですから。いや、番長だけじゃない、やばいのがいっぱいいるんですから、その学年にね、やばいのがいるのにね、まあ例えば皆さんで言えば、なんかライオンが5、6匹いるみたいな檻があって、そこに入れっちゅうんですよ、ね、お前はここに入って1年間頑張れみたいな、誰も入りませんから、そんなのちょっと勘弁してくださいって、食い殺されるに決まってるじゃないですかっつってね。で、誰もいなかったんで、私が手を挙げた、私その子の担任になりたいっつって、まだみんな超喜びましたよね。一番凶悪なライオンの檻に入るって言ったんですから、私が、まあね、他のライオンも呼んでいいって言ったんですから、ほんならみんな喜んだですよね。お前やってくれるんかお前っつってね、いや、やりたいなと思って、面倒見させてくださいっつって、でそこからが、3年生のスタートですね。私が6年目の時です。6年目、4月5日が始業の日で、その時にクラス発表っていうのがあるんですね。で、クラス発表っても不思議なもんで、その A 組 B 組 C 組みたいなのが書いてあって、その A 組誰々っていうのが貼ってるわけです。で、これを見て、あ、 A 組は俺だ、B 組に私がいるみたいな感じで、 A 組 B 組 C 組って並ぶ。その後に担任が発表になるんですよ。おりません、担任誰々で、誰々のクラスチュンじゃない、誰だろう担任はみたいなね、でそんな、まあ、いわゆるセレモニーみたいな感じ、その当時私が発表されたら、どんな子供たちからどんな反応が起きてたかって言ったら、ザワッてするんですよね。わかりますかね、はい、例えば、はい、A クラスの担任は児玉先生ですとか言ったら、ゾワみたいな感じになるんですよね。わかりますかね、やばいのに当たったみたいな、この先生にだけは当たりたくなかったみたいな、いや怒らせたらとんでもない人やみたいなね。で、その番長もいるわけですよね。その番長も修行の日来たんですわ。めっちゃ久しぶりに来たわけです。多分ショックやったろうなと思いますよ。私をぶん殴、自分をぶん殴ったやつが他人になってるわけですから、ね、今考えらね、要はそれで帰らんかったなと思うんですけど、で4月の5日に、話をして、その鍋の話はしなかったんですけど、俺心に決めたことがあってさって、
俺教師修行をやることにしたんよって、うん、それが去年の8月からやって、去年の8月から俺は生まれ変わったんじゃんって、俺お前たちのために一生懸命頑張るからよって、うん、なん頼ってくれよみたいな話をしたわけです。でそんな話することもなかったからですね、それまでは俺についてこいっていうタイプの先生でしたから、うん、俺の敷いたレールを全力で走れっていうね、そんな先生だ。でそういうあの挨拶をして、まあ、学活が終わって、まあ、帰りの会が終わって、まあ、子供たちが帰るんですけど、子供たちがもうあらかた帰って、あいよいよ最後の戸締まりを点検して、さあ俺も帰ろうかなみたいな、あ自分のクラスに行ったら番長が一人いるんです。そこに番長が自分の席に座ってるんです。でまあ佇んでるんですよ、何をするわけでもない番長がいるんです。私誰もいないと思ったから、うわーって思ったんですよね、なんで番長おんねんみたいな、よりにもよってなんでこいつおんじゃんみたいなね、超気まずいやないですか。だってあれから一回も話してないんですよ、私がぶん殴ってその後に長い別れがあって、まあ目と目は合いましたけど喋ってねえからね、いつか喋る日が来るなとか思ってたら、まさか今かよみたいなね、うん、だからワオって言ったんですよ。でワオっつったらその番長がこっち見てんみたいな顔をしたんですよ、なんで先生来たんやみたいなね、何やお前残っとったんかって、びっくりしたわって、俺誰もおらんかと思ったわっつって、あのさ俺さって、あの学級担任中のはなって、最後学級の戸締まりを確認してそれで帰っていくんよっつって、だから来たんよって、お前がおると思わんかったからびっくりしたわっつって、でその時に私ふと言ってしまったんですよね、あのさっていつもさ俺こうやって机とかを最後チェックしてきちっと並べてなって、最後戸締まりして帰るんやけどって、いつもこれ一人でやっとんのよって、もうお前らは知らんと思うけどっつって、でもなこれ結構大変なんじゃこれっつって、もしよかったらでいいけどって、お前ちょっと手伝ってくれんかっつったんですよ。なんでそんなこと言ったのか未だに分かりませんか、ね、だって喋ることがなかったから、喋るなんかネタがなかったから、つい苦し紛れに言ったんですよ、お前手伝ってくれると嬉しいわっつったら、そいつがこう言ったんですよね、はいっつったんですよ。えやってくれんのお前まさかのって、えお前はいって言った今っつって、うわ助かるわありがとうっつってね、であの俺こっち側合わせるからさ、お前向こうからさ右とか左とか言ってくれんかっつって、合わせるからさっつって、右左とかで、あじゃあ次役割交代になって、あそこ右左とかやって、机をきれいに並べて、見ろお前5番の目のようにきれいになったぞ、お前のおかげやって、早いわこんな時間で終わっとるわって、もっとかかるのにって、ありがとうって言ったんです。で、うん、じゃあなっつって帰った。もうドキドキしながらね、もうまさか1日目に喋ると思うかったわとか思いながら帰っていくんですけど、2日目、その番長が学校に来てるんですよ。お今日も来てると思ったんですよね、うん、お今日も来てると思って、大体ね最初の1週間ぐらいって学活が結構多いんですよ、だから学級担任中心の、まあ、授業になるんですけど、でね、まあ、授業が全部終わって帰りの会が終わって、さあみんなあらかたはけたかなと思って、でまた戸締まりをしに行ったらまたいたんです。でも この時はいるかもってちょっと思ってたんで、またいると思ったんですね。でまたいると思ったからガラッて開けて、おおまたいるなお前って、えまさかと思うけどお前って、何今日も手伝ってくれようと思ってお前残ってたのっつって、ちょっとからかい半分で、お前手伝うために残ってくれてたんかっつったら、はいっつったんですよね。マジでっつって、いやお前本当に残ってくれてたのお前って、お前いいやつやんっつって、でまた同じように並べて、いやもう助かるわお前って、なんやお前めっちゃいいやつやんっつって、ありがとうっつって、その日別れたんですよね。3日目もいたんです。だからあこれは何か俺にメッセージがあるんやって思ったんです3日目にね。で2人で放課後ずっと椅子とか机とかを並べて3日目終わった時に、あのさってありがとうなお前って、俺さってやりたいことが1個だけあんだよって、俺やりたいことが1個だけあってさこのクラスでって、
お前聞いてくれるか俺の夢何ですかっつって、俺さお前と1年間日直がやりたいっつったんですよ。まあ日直がね最後のその机並べて戸締まりをして先生に日誌持って報告しに来るわけですから、それ結局私らがやってるんだったら1年間やってもええかなって思ってね、俺お前と2人で1年間日直やりてえっつって、俺の夢やけどなっつって、ははっつったらそいつが言ったんですよね、いいですよっつったんですよ。いやいいですよじゃねえよお前って、分かってっかお前、日直じゃねえんだぞ、1年間ずっとだぞお前、だからお前年直だぞお前って、分かってんのかって、そんな言葉なんかねえけどお前年直なんだぞお前って、ずっとだぞお前って、200日近くやるんだぞお前、いいのかそれでって、本当にいいのかっつったら、いいですよっつったんですよ。マジかよもう夢叶ったやんっつって、やっばーって、じゃあお前と俺と2人で年直なっつって、で翌日クラスに言ったわけです。あのさお前たちに報告したいことがあってさって、俺の夢があったんだけど、その夢がなんと昨日叶ったんだよっつって、何ですか先生夢って何ですかっつって、あのさ俺さってこいつと1年間日直することに決定しましたとか言って、子供たちが笑っていいのか拍手していいのかよくわからないシーンってなった、何これみたいな、予想もしてない答えが、1年間日直なんですかそれっつって、だからお前たちも日直しなくていい1年間で、俺とこいつで日直するからよろしくっつったんですよ。ほんだらもうクラスの39人がポカーンってしてるんですよね、なんで何があったんって、だってこいつらみんな分かってるんですよ、去年私がぶん殴って話が垂れてるってこと全部バレてんのに、何があったんみたいな、何が始まるんやって、またあの修羅場がまた再現するんかみたいなね。でもそうやってね、その子と帰りの会が終わって、まあ、2人でね時間かけて机と椅子並べながらなんとなしにねお互いの身の上話が始まったんですわね、あのさ俺こんな思いで学校の教員になったんよっつって、でなって去年なってこんなことがあったんよって、その鍋職人の話をしたんですよっつって、その時初めてした、その、うん、で鍋職人の話をじーっと黙って聞いてて、あの時なってお前をぶん殴ってさって、俺その後ずっとお前のことが気になっとったんよって、あの時はすまんかったなって、悪かったなっていう話をしたんです。それ神妙に聞いとったですわ。で神妙に聞いてて、その子が自分の身の上話を始めたんで、その後ね先生って、あいやあの時先生殴ってくれてありがとうございますってね、なんか私のことが気になってたんだそうです。だってそれまで殴られたことがなかったって。いや殴られるわけない、殴ったら天界鬼舞踏会が開始カーンってなるやないですか、絶対負けるに決まって向こうスーパーサイヤ人やん。だってこいつもう小学校の低学年からもう手のつけられない、もうあの悪ガキで、悪ガキでってもう暴力で喧嘩ばっかりする子で、中学1年の時に番長になってるんですよ、おかしくないですか、中1で中3の番長をぶん殴って倒して、そこで中1で番長になってる子だったんですよ。で先生って、実はうちの家が、その家ってまああの会社の社長をやってるお父さんが会社の社長をやってて、裕福なお家だったんです。まあねでっかいお家に住んでた、だけどお父さんの事業が失敗して、で夜逃げ同然でその家を引き払って、うん、ちっちゃいアパートに移ることだった。でもそんなちっちゃいその子に分かるはずもない、それがね、なんでこんなちっちゃい部屋に住まにゃいかんのか、そしてそこからお父さんとお母さんの喧嘩が毎日絶えない、なんでって、あれほど仲良かったのお父さんとお母さんが、なんでこんな毎日毎日罵り合わないといけない。そのうちお母さんが出て行った。でお父さんがもうお母さん帰ってこねえからって言ったんですよね。でそれの意味が分からない。そしてそのお父さんもある日いなくなったんです。それからその子は親戚中をたらい回しにされるわけです。引き取り手がないんですよね。でもその5歳や6歳ぐらいの子にある日突然親が2人ともいなくなって、それをねどう消化すればいいかわからないじゃないですか。でその苦しみや辛さや悲しみを自分の胸の内に
ね、とどめることができなくて暴れ出して、泣き叫んで暴れ出して、やがて誰彼ともなくね、喧嘩を吹っかけるようになって、自分の居場所が欲しかったって言うんですよ、ね、自分はもうぶん殴ってぶん殴って居場所を作るしかないって。で問題を起こしちゃ次の親戚のところに行き、問題を起こしちゃ次の親戚のところに行き、最後の最後でもう仕方がないからじっちゃんとばっちゃんが引き取るっていう、そのじっちゃんとばっちゃんが住んでたのが私の学校の校区だったんです。自分は居場所がないんだって、この世の中に自分の居場所なんかどこにもない、自分が唯一心落ち着くところは先生トイレだけですよって言ったんです。その中でトイレにいる時だけはなんか心落ち着く気がするけど、でもその他に居場所なんてどこにもないんだって言うんです。それで自分の居場所を作りたくて必死に殴って殴って、そしてたくさんの人を従わせて、ね、そんな人生歩んできたんだって言ったんですよね。いやもう本当に衝撃やったですよ、そういう話聞いた時ね。それまでこいつなんでその手のつけられないね、喧嘩ばっかりに明け暮れとるんやろうなって、なんでこいつ人に暴力を振るんやろうな、なんでなんやろ、なんでなんやろってずっと思ってた謎がそこで解けたんですよ。その時に私はこの子の思いに初めて心を寄せることができた。お前さって、よう今まで生きてきたな、よう今までお前生きていてくれたな、俺やったらもう耐えられねえわって、お前強いなって言ったんです。それから私はその子がもう問題児にはどうしても見えなくなった。ようこいつここまでで頑張ってるわって、ようここまでで耐えてるわ、こいつすげえわって思ったんですね。そして俺が絶対こいつ守ってやるって思ったその時から、うん、俺がこいつの最後の砦になるって、そこからですよ私の人生が変わったよね。その子が毎日毎日話をしていく中で、そういう話をするわけですから二人とも意気投合するんですよね。超仲良くなったんです、その子と。いやクラスの子にとっちゃびっくりですよね。だって去年鼻血出すまでぶん殴ってるのに突然めっちゃ仲良くなって、なぜか知らないけど教卓の横にそいつの机が来るようになって1年間ここがそいつの机なんですよ。で席替え全部ここなんですよね。なぜここにいるかって言ったら、給食の時に私あのここの端っこの端で給食食べるんですけど、ここのやつは給食ここの席で食えるんですよ。だから1年間私と同じテーブルで給食が食べられるわけです。だから先生と一緒に給食食べたいから俺ここになるっつって1年間ここにおるわけです。ほんで給食時間とか超笑顔で喋っとるわけでしょ、そいつとね。でゲラゲラ言いながらその食べてるクラスの連中はそれが不思議でたまらないですよね。なんで笑顔で喋っとんねんこの二人って、何があったんやこれって。でも不思議ですよね、人って自分の辛い思い、苦しい経験を分かち合えたら一瞬で仲良くなるんですよね。ね、だって自分は口に出してお前のことを俺全力で守ったのからなんて一回も言ってない、未だに言ってませんけど、でも心の中で強く思った、絶対守ってやるって思った。でもそれがどこかでやっぱりエネルギーとして通じたんでしょうね。でこの子ってめっちゃ物知りやったんです、この子が。あのね、そのまあ口癖が先生知っちょるっていう口癖で始まるんですけど、先生知っちょるって言うと、なんや今度は、なんや今度のネタはつって雑学を言ってくるんです。ほんとその雑学が私も知らないようなことばっかりなんですよ。先生これはこうなってこうなってこうなんよみたいな、マジでお前ってなんでそんなこと知ってんのお前つって、お前すごくねって、なんなんそれって、もうただのヤンキーかと思ってたら全然ヤンキーじゃねえじゃんお前つって、なんなんそれってめっちゃ頭いいじゃんお前とかいう話をね、してたんですけど、あのクラス終わるときにね、先生のそれが一番嬉しかったっつって、先生がなんなんお前すごいなお前っていうのが嬉しくて、あの泣けなしのお小遣いで全部雑学の本買ってるんですよ。でその雑学の本日がな読んでる、でこれ面白いというネタを
厳選して私に喋りかけてくるんですよ。そんな後で知って私も涙が出ましたけど、そんなことをね自分にこう喋りかけてくるようになった。で、その年の6月に、その地区、まあ、北部地区ですよね、まあ、県が3つにある、ね、南部、中部、北部みたいな、まあ、結構でかいグループです、くくりで、教員経験5年経過研修っていうのがあるんですよ。5年が終わった教員は研修を受ける、そして代表授業をしないといけない。そして未だに謎なんですけど、なぜかそれが私になるんですよ。おかしくないですかそれ、ね、もっと別のやつ選べよって思うんですけど。なんで校長からピンポンパンポン、小玉先生今すぐ校長室に来なさいとか言うんですよ。私そんな慣れっこですから、また説教かよとか思いながらね、なんで放送で呼ばないでくれないかなっつって、俺の立場ねえんだよねとか思いながらね、もう子供らがにやりってしてる、先生何やってんすかこれ、何やったんすか、やってねえから俺、やってねえからっつって、何か分かんねえからっつって、まあ行ってくるわみたいな感じでね行ってくるんですけど、まあ大概いつもはそれで説教でね終わって出てきた時に説教みたいな感じで、もう全部向こうのトイレね、あの廊下の向こう側で待ってるんですよ、行きよみたいな、ちょ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 みたいなね、うん、説教終わったみたいな、ただ向こうもみたいな感じでね、一回それ見つかってまた呼び戻されるんですけど、ほんでね、何の説教やろうと思って行ったら、おい子だなって、お前さってやばいよって言ったんですよ。やばいよって何がやばいんですかって言って、やばいよって何ですか大体って、教えてくださいよって、あのさって、お前さって教員経験お前5年経ったなって、経ちましたよって、5年経過研知ってんのお前なって、今年お前研修の当たり年なんだよお前つって、分かってますよつって、あ夏休みにあれでしょ、職場体験とかに行くやつでしょつって、分かってますから分かってますからって、それだけじゃねえんだよお前、今度あったろ6月にって、お前あの研究授業を見るとかいうのは、まあ、あんなあっただろ6月にこんなのがあるよとかいう年間スケジュール来ただろって、お来てます来てます6月来てますねつって、あのさっきなんて教育委員会から電話かかってきたな、お宅の児玉先生を授業担当者として研究授業に出してもらえませんかって来たんだよっつって、嫌ですよっつったんですよ。何ですかそれって、勘弁してくださいよって、なんで俺が授業せなあかんんですかそんなっつって、いやいやちょっと勘弁してください、ちょっと抵抗してくださいよ校長先生っつって、あいつはヤンキー番長抱えて忙しいんだって言ってもらいましたちゃんとって、あれそのどでかい爆弾抱えとるんですよこっちはって、やってる暇なんかねえっすからっつって、ね、やりませんよ理科の授業なんてっつったら、何言ってんだお前、話にはまた続きがあるんだお前ってな、向こう教科も指定してきたんだよっつって、理科じゃねえっすかっつって、理科じゃねえんだよって、道徳なんだよとか言って、道徳って、俺道徳を受けたい側の人間ですよどっちかっつったらって分かりません、教える側じゃない、どっちかっつって受けないといけない書類の人間でしょうがって、なんでそんなのまさかと思いますけど引き受けたんですかっつったら、そうだよお前引き受けちゃったよ俺っつって、もうだからもうお前もう無理だよっつって、お前がいくら抵抗してももう引き受けちゃったから向こう多分名前書いてるわっつって、ひどい校長なんすかそれって一生恨みますよとか言って、ああ恨め恨め大丈夫大丈夫とか言って、やれるお前ならやれるとか言うんですよ、調子がいいわ先生とか言ってね、本当にふざけた教員ですよねよく考えたらね、ほんで道徳の授業やることになるんですよ、しょうがねえっすわね、うん、しょうがないからやることになるんですけど、その北部ですから、まあ、たくさん その5年経過した先生たちが来るわけです、60人ぐらい来たんじゃないかな、60人ぐらい来て、当然向こう側の学校の先生も来るんですよ、向こうって分かりますかね、あの番長が元いた学校分かりますかね、この番長が元いた学校は番長が転校するときに万歳参照したらしいですよ、万歳万歳とか言ってふざけんなとか思いましたけど、こっちもね黒船来航みたいな今日パニックになってるのに、こっちはもうでもその元の学校から来た先生の顎が私のクラスに入ったら完全に外れとるんですよね、なぜならスーパーサイヤ人だったあいつが特攻服を着てたやつが普通の学生服着て地球人に戻ってるんですよ、スーパーサイヤ人じゃないみたいな、地球人に戻ってるみたいな、しかも椅子に座ってるみたいな、えこのクラ
スにいるってどういうこと、しかもなんか地球人になってるってどういうことみたいなね、おかしい、ありえねえ、本当にあいつなんみたいなね、うん、いやその授業が終わった後の質問攻めにありましたから、なんであのスーパーサイヤ人が地球人に戻ったんですかみたいな質問でね、いや分かりませんよって、だって私やってませんもんって、彼が勝手にやってきたんです、うん、彼が5月の終わりぐらいに自分であの帽子かぶってるんですよ、まぶかに帽子かぶってるんですけど体育帽みたいな、なんで学生服やのにお前体育帽なんかかぶってんの、お前それアンバランスすぎてファッションにもならねえよとか言ったらいやいや先生見てくださいよって脱いだら黒髪になったんですよね、でもワーオーと思って、え何お前地球人戻れたって言ってね、戻りましたただいま帰ってきましたマジかよお前おかえりとか言ってね、でそんなやつがね、だって一回も授業出てないどころか学校に来てないですから、そもそも学校に来ずに他の学校に喧嘩を売ってるようなやつですから、それが座って授業を受けてる。でもその時にあの仲間とはみたいなテーマで道徳の授業をしたんですけど、その時に、事前アンケートみたいなのを取るんですよね、まあ、研究授業ですから子どもたちの実態はこうですみたいな、後で先生たちに渡すデータを取らないといけない、その時に仲間って何ですかみたいな、あなたにとって仲間とはどういう存在ですかっていう、まあ、項目があってね、うん、それがどういうふうにこの授業を通して変わったかみたいな、そんなのがあの後の研究テーマになるわけです。そのヤンキーになんて帰ってきたと思いますか、そのマッチョ。みんなね仲間とはっちゅうのをいろんな風に書いてるんですけど、その子信じられる人なんて一人もいないって書いてるんです。私その時にもうはっきり聞こえた声が、先生助けてくださいって聞こえたんです。その時にあ、俺に助けを求めてるんだ、信じられる人が一人もいなくて苦しかったんやこいつはって、じゃあ俺がその一人になればいいんやって思ったんですよね。でもその子はその授業中にねそわ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 しとるんですよ。そわそわそわしてる、それはその先生たちがいるからそわそわしとるんじゃないんです。後で聞いたらこいつパパって授業が終わったらにやりってしながらパパって来て、先生超緊張したとか言うんですよ。嘘つけお前、緊張するような柄じゃねえだろお前っつって、何に緊張したんだよお前っつって、先生俺最後の最後でちょっと発表したかったんやけど、発表しようと思って手を挙げようと思ったらめっちゃ緊張してって、手が震えて手挙げられなかったとか、挙げとけお前そこでって、挙げたらお前歴史が変わったのにとか言いながらね。でも彼がそのなぜ自分の髪を黒に戻したのか、そしてなぜその授業に出始めたのかっていうのは私にもわからないまま時が過ぎていくわけです。でも毎日毎日そのスーパーサイヤ人だったのが地球人に戻って、毎日毎日日直を私と二人でやってね、いろんな雑用も私と二人でやって、で給食の時間にゲラゲラ笑いながら、ね、話をして、その中でなんか雑学を仕掛けてくるわけでしょ。その雑学をこのグループの連中もみんな聞いてる、みんななんでみたいな顔して、なんでこんなことまで知ってんのこの人とか思ってね。彼学級の彼に対する態度ってどんどん変わっていくわけです、ね、最初は怖くて近寄れなかった、みんなそりゃそうでしょ、ね、バトルになったら嫌ですもん。でもどうやらバトルになりそうにないな、地球人に戻ってるしって、スーパーサイヤ人にはまた復活しそうにないし、これ大丈夫かなみたいな。そしてあ、怖い人じゃなさそうだなっていうのが分かってきた、ね、1学期経つと。で2学期ぐらいにぼちぼち、クラスの子たちと、会話ができるようになってんだ。で私ね、学級役員に、お願いをしたんです。その当時珍しく学級役員はまともな子が学級役員になったんです。今から言えばまあまああんままともじゃねえけど、まあ、私のクラスにとっては結構まともな方です、はい、まともな。だって私のクラスはみんなヤンキーが学級役員になるっていう、それはその子らの後にそうなるんですけど、珍しくまともなやつら学級三役で、お前たちのおかげやって学級三役に言ったんです。お前たちのおかげでさって、あいつあんなに変わってさって、お前たちが受け入れてくれたからやって、あいつさって、クラスの連中と話すとき嬉しそうな顔して話すの知ってっかって。そしたらその三役が分かってますって、
最近あいつ笑顔が出てますよねって、分かってますか、お前たちのおかげなんやって、お前たちが受け入れてくれたからあいつも居場所ができたんちゃうんかって、ありがとうなって、これからもよろしく頼むわって、そういう話をしたら学級三役がもう本当に積極的にその子に話をかけてくれるようになったんです。いや、なかなか見る機会ないですよ、わかります、番長とまともな子が友達になるっていうね、光景を見ることなんてそうそうねえと思いませんかね。なぜか仲良くなって、そらだって後で聞いたんですけど、その番長にね話をしてくれたほぼ初めての存在だそうです、喧嘩以外で、うん、だから話をされるときは必ず喧嘩売られるときだったらしいです、お前ちょっと意気がってるから来いみたいな、でそいつを逆に帰り討ちに合わせて、居場所を作ってきた、だから喧嘩以外でね、普通の会話を喋ってくれる子に出会って、それがすごく嬉しかったって後で言ったんですけど、ほんでね、そいつすごいですよね、その秋に、うちのクラス文化祭で劇をすることになるんですけど、この劇がとんでもない劇なんですよね、ヤンキーの劇なんですよ、出てくるの全部族が15人ぐらい出てくるんです、でそいつらバイク乗り回してるんです、いやいや、簡単ですよ、だってそいつがバイク乗り回してたんだから、で私ができるのは脚本を作って、どんな脚本を作るかっつったらそいつの心の叫びをみんなと共有することやったんですから、では台本書きましたから、そのバイクに乗って面白おかしくやってるやつが本当はどんなことに苦しんでて、どんなことが叫びたいんだっていう、そういう劇なんです、でその族全部クラスのまともな子たちにさせました。でも、その族の一人に番長も入れましたお前そこにいるだけでお前もう何も着なくてもお前もうヤンキーだな、お前族だなみたいなね、お前板についとるわみたいな、でも他の連中は特攻服初めて着るね、もう金髪に初めて染める、だからね真面目な子たちが私のところに来たんです、先生って今のうちに写真撮ってもらえませんかっつって、何すんのお前つって、だってこんな格好一緒で一度するかしないかでしょこれって、撮っといてくださいよみたいな、ではいチーズみたいな、お前さって、はいチーズなんてヤンキーいねえからお前って、こんなんで写真撮るわけねえだろって、お前ヤンキーってこうやって撮るんだよお前写真はみたいなねではいチーズみたいな感じで撮って、まあそいつらの宝物になったらしいですけど、親も超喜びましたね、先生我が子がこんなになったんですねみたいなね、一生の記念ですみたいな。でもその中でその真面目な子たちがやってるその俗の役柄っていうのは全部その番長の心の叫びなんです、うん、俺だってこんなことやりたくなかったんだ、居場所なんかどこにもねえんだよって、俺はどこで生きていけばいいんだみたいなね、そんなセリフ、番長が私に伝えてくれたことをほぼそのままセリフにして、バーンって出したわけです。いやもう校長教と顎外れてましたからそうね、ある程度任されたんで、まさか本物のバイクがステージに上がるとは思ってなかったみたいでねマジでこいつらバイク持ってきやがったみたいなね、うん、いや持ってくるの大変でしたけど、うん、だってもうそれぐらいリアリティを追求しないとダメだろうみたいな、さすがに不可視はしませんでしたけど5人ぐらいゴロ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 って持ってきてゴロ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 って戻すだけでしたけど、でもね、それでどうなったのかって言ったら、うちのクラスの、真面目な連中とその番長が超仲良くなったんですよ。なんかこう気持ちが分かり合えたんでしょうね。でその中にはまともな子の叫びもあるんです。俗だけじゃない、なぜか知らないけど俗と真面目な子たちの戦いになってるんですよ。よく分からない、まあ適当に私が作った台本ですからね現実ではありえないんですけど、真面目な子には真面目な子の悩みや叫びがあるんですよ、うん、俗には俗の悩みや叫びがあるんですよ。で俺の悩み誰に受け止めてもらえばいいんだみたいな悩みと悩みのぶつかり合いなんですよ。だから本音と本音のぶつかり合いなんです。その中でみんな悩みを抱えてるんだっていうことが分かるね。でも一見楽しそうにこいつ悩みもなさそうやなって笑顔でいいなって思ってる子たちもみんな悩みを抱えとったんやって、そしてみんな一生懸命生きてるんやっていうのがその劇を通してなんか分かっていったらしいですね、うん、だからそれから超仲良くなったんです。でね、あ面白いのはその中で学級委員長と番長がぶつかったんですよ。
あまりに劇に入りすぎて、喧嘩になったんですわ。本当になんかよくわからないんですけど、喧嘩の原因はよくわからないんですよ。気がついたら取っ組み合いやってるんで、ちょっと待てみたいな、何しよう何しようってお前、もう何劇じゃないからみたいな、ちょっと待てみたいな。でもその後に学級委員長がとんでもないことをやってしまったみたいな顔になるんですよね。でも元番長でしょ、元番長と喧嘩しとるわけでしょ、やべえみたいなことになるわけですよね、うん、後になってことの重大さに気づくみたいなね。でもう番長だと思ってないから喧嘩したわけで、でもまあ私仲直りさせるプロですから、もうそんなお前なって、こんなんこのまま家に帰ったら絶対お前夜寝れねえから二人と思ってな、5分間手を握り合えっつって、5分間手を握り合え、握り合うだけでいいからって、5分間手を握ったらね、仲直りするんですよ。何にもいらないから話とか、5分間手を握り合えっつって、握手しろ5分間っつって、何にも言わなくていいからっつって、でね、この5分間が異常に長いんですよ。40分ぐらいなんか、先生まだですか、まだですかとか言ってる間に怒りは収まるんですよ。で5分握り合ってたら、もうなんかもういっかみたいな感じなんですよ。で翌日何のわだかまりもなくこう来ること、後で笑い話ですよ、そいつ結婚するときに、その学級委員長が結婚するときに、お前よ番長に対してお前喧嘩仕掛けたなとか言ったら、いやあれやばかったっすよっつって、俺完全に忘れてました俺とか言って、あの時人生の中で一番やばかったっすとか言って、ね、笑い話になったんですけど。ほんで、そいつ不思議ですよね、後期役員に立候補するんです、学級役員、俺学級役員になりたいっつってね。だって1年生2年生の時にほぼ学校に来てないんですよ、休み180日とかいうやつが学級役員になったんですよ。ほんで学級役員になって、まあ、元いた学級役員もまたね引き続き当選組もいたし、それで超仲良くなったんですよ。役員とヤンキーが仲良くなっただけじゃなくて、ヤンキーが学級役員に行ってしまった。でその次の年から私のクラスの学級役員はもうヤンキーがやるっていうことになったんですよね。面白いと思ってね。でも本当にいろんなドラマを繰り広げてくれましてね、いよいよ卒業の時が来るんですよ。そんなことやってたら3年生ですから、あっちゅう間に卒業の時でね、いやその卒業の時はね、もうおかしいんですよ。クラスが学校の先生だったら分かると思いますけど、卒業式って大体泣くポイントが決まってるんですよ。わかりますかね、卒業生なんかね、誓いの言葉みたいな、なんかこう掃除とか当時とかなんかあるじゃないですか。で在校生がなんか先輩方の思い出を胸に頑張っていきますみたいなところでちょっとほろりと来て、卒業式の歌でなんかほろりって来るじゃないですか。泣きどころって決まってるじゃないですか。うちのクラスおかしいんですよね。卒業生入場から泣いてるんですよ。号泣しながら体育館に入ってくるんですよ。おかしくないですかこれ。だからみんななんで泣いてんのみたいなことから始まるんですよね。でもその時にそのいやそいつらの気持ちは痛いほど分かったですよね。あいつらが入ってくる時みんなもう号泣しながら入ってくるから、こっちもうパニックになってるんですよね。なんで泣いてんねんって、まだ泣く時じゃねえしって、もうお前たちの顔見れねえじゃんみたいな感じで思ってね。でも結局指名転校しないといけないんで、私も号泣しながら指名転校するんですけど、もうねみんな泣き崩れましてね。で帰りにそれ卒業式が終わって自分のクラスに戻って、最後一人ずつ、なんか喋るっていう場があるんですよ、ね、まあこれでこのクラスはお別れで、最後一言ずつ言っていけみたいなね、でそいつついにそいつの番が来るわけです。で親もみんないるんですよ。親もみんないて、で子供たちがいて、でも子供たちは親のことなんかもうね1ミクロももう眼中に入ってないんですよ。もう、親はもう遠巻きで見てるだけで、その番長が何喋るんやろなこいつって思ってたら、前に出てきてよう喋らんのですよね。グーって唇を噛みしめてこらえてるわけです。でもね、まさかそこでそいつ泣くって思わなかったんで、こいつ泣いたとこ見たことなかったんで、そいつがね最後の最後でワンワン泣き出して、生まれて初めて学校が楽しいと思えたって、生まれて初めて俺に居場所ができたっつって、今までありがとうって言って、その子が自分の生い立ちをクラスに話し始めたんですよ。いやまさかって思ったんですよね。自分がどんな思いで今まで生きてきたのか、そして今までずっと人なんて信じられるもんかと思って生きてきた。
誰も信じずに生きていくって自分は決めて生きてきたって、だけどこのクラスに出会って自分は変わったって、ね、初めて人って信じることができる存在なんだ、信じられる人たちに初めて出会ったっていう話をするんです。で、子供の時こんなことがあって、それで自分は今まで人をぶん殴ってぶん殴って生きてきて、でももう俺人をぶん殴る必要はないんだってこのクラスに来て初めて分かったって、もう泣きながら言うもんですから、みんなもう号泣ですよ。もうみんな泣いてました。親ももう号泣でした。そんなようクラスの子たちにそういう話してくれたなって思ってね、きっと最後の最後で自分の思いを分かってほしかったんでしょうね。いや、その後その子はね、工業高校になんと現役で合格するんですよ。それも大事件やったですわ。1年生ほぼ出席なし、2年生ほぼ出席なし、でも3年生欠席ゼロやったんです。1日も休まず来ました。ほんでね、でもね、宮崎県の県立高校の入試で1年生の時に出席ほとんどない、2年生の時に出席ほとんどない、全部オール1のやつが受からないんです。絶対に県立高校受からない、1年生そういう時代だったんです、私らの頃ね。でもそいつなんと工業高校に受かってしまったんですよ。受かってしまったんでめっちゃ大事件だったんですよ。いや、受かる前にもう校長もなんであいつあんなに変わったんかお前って、お前何をやったんお前っつって、いや俺何もやってませんって、クラスの子たちがあいつをサポートしてくれてって、クラスの子たちのおかげでこうなったんです、もっと詳しい話聞かせろお前、それだけじゃ分からんみたいな。でその校長がうちに取材にやってきて、何すんだよ校長とか思ってたら、県の校長会でそれ発表しとるんですよね、うん、ある男子生徒が生まれ変わるまでみたいなタイトルで県の校長会で発表するぐらい事件になったんですよ。ね、県の校長会で発表するぐらい事件になってるから、もう名物になってるんですよこいつね、こいつなんかこの学校にとんでもないやつがいてって、3年生になっていきなりなんか生まれ変わったやつがいるっつって、それはその工業高校の先生もみんな知ってるんですよ。だから受かったんですよね。で私びっくりしましたから、まさかと思ったけど、だから受からねえって思ったんで私推薦で押し込もうとしたんですよ。その当時の推薦って 100% 推薦ですから、学校が推薦したやつは 100% 受け入れてくれるんで推薦で行きましょうみたいなこと言ったんですよ。だから校長も行けるって言ったんですよ。でも最後の職員会でさすがにそれはやばいんちゃうみたいな話になったんですよね。いや、そら3年の時にそら分かるよってね、地球人に戻っていろんなドラマも作って、それあいつなりに努力したのは分かるって、でもさ2年生1年生のこと考えたらさ、いや他の生徒の手前その推薦だけはまずいんちゃうみたいな話なんで、いやまずくねえっしょって、ここでこいつ推薦しなかったら誰推薦するんですかって言ったんですけど、やっぱりこれはやっぱ無理だなみたいなことになって、もう超がっかりしたんですよね。もう何が無理なんて、ふざけやがってて、俺だったら火つけてやるみたいなこと思ったんですけど、それ実力で通ったんでみんなびっくりしたんですよね。通りやがったみたいな、何これみたいな。でもそいつ工業高校に入学して空手部に入るんですよ。でなんでお前空手部に入ったんっつったら、とんでもないこと言ったんですよ。だって合法的に人殴れるやん先生って言ったんですよだって合法的に殴れるやん先生とか言って、お前も悪いやんなっつってでもそういうね面白い動機で入るんですけど、空手経験者に負けていくんですよ。それが悔しくてたまらない。あのね、素人がぶん殴ったって当たらねえんですよ。わかりますかね、空手やってるやつらって避けるんですよ。でそれが悔しくて、そうやってやってるやつに空手にのめり込んで、そしたら空手にのめり込んだらどうなったのかって言ったら、まあ、空手で人格形成できてるんですよね、今度はね、うん、なんか突然いいやつになって、まあ突然いいやつでもう元からいいやつだったんですけど、またさらにスポーツマンみたいになって、で今、うん、東京で、病院に勤めてます。ぶん殴って人ぶん殴って人怪我させてたやつが今人の命を救う仕事してます、うん、だからね笑い話ですよ。
お前さって人をぶん殴って傷つけてたやつがさって今お前人の傷を癒してんだってって、人間変われば変わるもんやなお前つって、すげえなお前のドラマつってね、笑いながらあのいやみんなのおかげですとか言ってましたけど、すごいですよね、人っていつからでも新しいスタートを切ることができるんやな、そしてそれは人との出会いなんやなって思ったんですよね。人が新しいスタートを旅立つときに必ず新しい人との出会いがある、その新しい人たちに応援されて新しい門出を迎える、あそうなんかって、人は一人で人生の道を歩いてんじゃねえんだな、気がつかないだけでたくさんの人に支えられて応援されて自分は新しいスタートを切るんやな、新しい旅立ち旅路に向かうんやなって思ったわけです。その子がそうであったようにね、自分たちが新しいことにチャレンジするとき、自分が新しい世界に飛び込もうとするとき、決して一人ではない、必ずそれを支えてくれる人がいる、必ずどこかで応援してくれる人がいる、そして何よりも未来の自分が自分を信じてくれてる、ね、そんなことを思いながらあの教員生活をずっと過ごしてきたわけです、星の王子様も新しい旅立ちを迎えて、ね、でもそれは新しい人との出会いによって新しい扉が開かれた、でもね、その新しい旅立ちを祝福するためにたくさんの人が集まって、ね、応援団になってくれてる、あ人って一人じゃないんだな、一人で生きていけないじゃないんだな、みんなが支えてくれとんだよな、だから一人だと思っちゃいけないんだなってすごく思いますね、自分の命は一人じゃない、なんかそんなことをね、最後メッセージとして伝えて、たまちゃんの話を30分オーバーですが終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。